行動組じゃないと後ろ回る行動組じゃないと前に流す、はい、はい、本店高田通りをお集まりの皆さん、ことは、はい、私は飯山あかりの応援団です。はい、日本本島代表の角田直樹です。皆さん、もうね、ゲームが始まって、最後に何か聞かれ、秋元を捕まえておきましたね。はい、秋元を捕まえの声に負けないように頑張っております。はい、ありがとうございます。もし皆さんに正論を訴え
組んでいる鬼ヶ島よりも始めてくる。そうだそうだリーダー分かりやすい。私の言っていることは分かりやすいと思います。なぜなら私は言葉をごまかさないから。私のことを聞いてください。小学生だって納得しますよ。私には娘がいます。まだ中学2年生です。頭が必要がありません。でも私の中学2年生の子供に分かるような言い方で私が話せば、そこにいる子供にだって、今通ったお兄ちゃんにだって私の言ってることは伝わるはずです。皆さん、嘘つきだらけの国会に本当のことを、しかもこの気の強いあんな人たちにもあんな人たちも負けない、その私を送り込んでください。そのためには飯山あかりと投票用紙に書いて投票箱に放り込めばいいんですよ。皆さんぜひ投票してください。飯山あかり人気を入れてください。よろしくお願いします。いや本当にね、私たちも今日一日、まあ、いろいろ喋ってきましたけども、まあ、いよいよ時間的にね、もうこれが最後のなぜ日本がこんなことになったかと言いますとですね、例えばこの江東区で行われる選挙は毎回投票率が 50% 前後なんです。つまり有権者のこの江東区の有権者の半分が選挙に行っていない、こういうことなんですね。これってね、本当は民主主義が壊れていると思います。つまりじゃあ逆に考えると選挙に行く人はどういう人なのかと、もちろん間違いない人もたくさんいますよ。でもね、この選挙に行く人のかなりが実はさまざまな利権グループ団体、こういうしがらみ、あるいは宗教組織、そういう人たちなんですよ。つまりね、そういう組織団体に属している人、つまりそういう組織の指令を持って行く人が実は選挙の大半なんです。で、ここにお集まりの皆さんはそういう人はいません。みんなそれぞれ個人です。私も一緒、個人ですね。何の知られもない。私たちのバックには、何もありません。どんな利権団体もないです。もちろん宗教団体もない。はい、一切の知られもない。つまり私たち、私はただ一人日本保守党、まあ、私のね、兄子と体を立ち上げました。そして、その理念に賛同して飯山あかりさんが立候補してくれました。しかし、まあ、何とも言いますが、私たちの組織には、何と後ろ盾はありません。そして私たちの仲間も一緒です。私たちを支持してくれる人は何のしがらみも何の団体にも属していません。ただ日本保守党飯山あかりを応援したい、さらにもしかしたらあの代表の百田直樹を応援したいという方もいらっしゃるかもしれません。そういう思いでね、皆さんがこうやって集まってくれます。でそしてそういう人たちがそれぞれこの表情に近いそういう思いを作って、そこで一票を投じれば一歩は変わります。はい、たった1議席です。700個ある議席の中のね、たった1つですけど、これは大きく変わります。私は今、思います。今の日本の国会議員700人ね、約700人いる国会議員、どいつもこいつも本当にもうゴミとクズです。おはよう。もうね、もうゴミとクズ、これをね、私たちは一個ずつ片付けていかなきゃいけません。このゴミをね、これはね、全部を片付けるのに時間かかります。でもね、一個ずつ片付けていかないと話にならないんですよ。現地の道も一歩だと言います。はい、長い道のりですがね、まずは一人そうやってフリーな政治家を生んでいきましょう。はい、ね、この選挙ですね、江東区からね、また一人また一つゴミを永田町に送るようなことはしていけません。本当にね、ゴミを送ったらダメですよ皆さん。私たちは逆にそのゴミ清掃人の飯山あかりを頑張って。
神が来たおかげで私たちの国はどうなったか。30年間ね、給料が全くサラリーマンの給料が上がってないと、こういう状況になったんですよ。なぜかサラリーマンがですね、例えば国会議員がもう軒並み自分のことしか考えない、まあ、こういうことになって、つまり我々の国民の暮らし、庶民の生活をないがしろにして、自分の私利私欲のために邁進してきた、これが実態です。中にはですね、実は政治家の中では最初に立派な志を持った政治家も